しよう。音楽が好きだって言ったら、おじさんがクラシックのチケットくれたんだけど、正直クラシックってあんま興味ないんだよね。難しくて堅苦しいイメージがあるし、悪いけど行くのやめておこうかな。それはもったいない。キャッ、だ、誰？突然申し訳ありません。私、コンシェルジュの一条みなみと申します。あなたにクラシックの楽しさをお伝えに来ました。クラシックの楽しさ？はい、クラシックは一見難しそうですが、ストーリーや情景がドラマチックだったり、情景を知るとよりクラシックの世界に入り込めてとても楽しめるものなんですよ。クラシックのストーリーか。言われてみると洋楽とかも歌詞や背景の意味を知ると楽しかったりするよね。ねえお姉さん、クラシックについて詳しく教えて。ご興味を持ってもらえて嬉しいです。それでは今回は数々の名曲を残したシューベルトについてご紹介しましょう。シューベルトについて説明するにはこの本がおすすめです。日本語で歌うシューベルト、水車屋の美しい娘。はい、村上俊明先生が書かれた本で、シューベルトの代表的な歌曲集のストーリーや情景を詳しく解説しているんですよ。へえ、面白そう。それでは今回は本の中から1、旅修行、2、どこへ、3、泊まれ、4、川への感謝、5、仕事を終えての、5つのトピックでお送りしますね。最初のトピックに入る前に、まずは歌曲集の紹介をしましょう。今回ご紹介する歌曲集は20の歌によって作られており、粉屋としての経験を積むために旅修行をする青年が描かれています。さあ、いよいよオイラも修行に出る時だ。たくさん修行をするぞ。あなたが新しい見習いの人ね。私はこの水車屋の娘、よろしくね。なんて素敵な人なんだ。オイラ、この人と付き合いたい。わあ、素敵。私、恋の歌って好きなの。クラシックって硬いと思ってたけど、恋の歌もあるのね。なんか嬉しい。二人は付き合ったの？いいえ、水車屋の娘は別の男性、狩人に夢中になってしまいました。こんな思いをするなんてとても悲しいよ。そうして青年は川の底で永遠の眠りにつきました。思っていたより悲しい物語なんだね。以上が歌曲集の紹介になります。次は曲ごとに焦点を当てていきましょう。ということで、一つ目のトピック、1、旅修行です。いよいよオイラにも旅立ちの時が来た。たくさん修行して立派な粉屋になるぞ。オイラには喜びだ旅修行、オイラには喜びだ旅修行。すごく楽しそうだね。そうですね、始まりとなるこの曲では希望に満ち溢れています。二つ目のトピックは2、どこへです。川を下って結構遠くまで来たな。旅は順調みたいだね。さて、これからどうやって行こう。小川よ、この道で合ってるかい？小川よ、どこへ、次よ、どこへ。決まった道で行くわけじゃないの？そんなに自由気ままでたどり着くの？小川には粉引き屋の水車もありますから、小川をたどっていけば修行する粉屋にも行き着くんです。それなら安心かも。だから歌詞の青年も楽しそうに小川に訪ねているんだね。ええ、曲も小川の流れが永遠に続くかのようで、つい聞き入ってしまいます。3つ目のトピックは3、泊まれです。おお、ついに水車小屋を見つけたぞ。川よ、大川よ、これを分かってたのかい？見つかって嬉しそうだね。でもこの歌詞、曲名の泊まれは出てこないんだね。ええ、きっと青年の心の中にのみある言葉なのでしょう。4つ目のトピックは4、川への感謝です。あの女性は、ああ、なんと素晴らしいんだろう。オイラはあの子に会うためにここに来たんだ。女性に恋した場面ね。さざめく友よ、これを見越してここに連れてきてくれたのかい？とにかく中へ入ろう。
仕事を探し、もう見つかった。両手も胸も満ち足りて満ち足りて。こうして青年は女性のいる水車小屋に弟子入りとなります。女性に会えた嬉しさがひしひしと伝わってくるね。最後のトピックが5、仕事を終えてです。よし、今日はここまでだ。みんなよく頑張った。皆さんおやすみなさい。ああ、今日もあの子とあまり話ができなかった。オイラの腕が千本あったら、水車小屋を動かせたなら、綺麗なあの子が我が心に気づく。青年の強い気持ちが伝わってくるね。ええ、青年の悔しさや嘆きをとても強く表現されています。5つのトピックに分けてご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。すごく面白かった。クラシックって堅苦しいだけじゃないんだね。コンサートやっぱり行ってみようかな。ええ、それがいいと思いますよ。あと今日紹介してくれた本もっと読みたいんだけど。でしたら概要欄に URL を貼っていますので、そちらからチェックしてみてください。本書は歌える役として書かれた作品ですので、曲に合わせて歌うこともできますよ。へー、楽しそう。ねえ、一緒に歌おうよ。もちろんいいですよ。ここまでご視聴いただきありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは皆さんのお悩みの手助けとなる本の紹介をしております。チャンネルでご紹介する本はすべて Kindle Unlimited 会員さんなら無料で読めますので、お気軽にどうぞ。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回。